Everyone, good morning. Waking up early. Early in the morning. FM Osaka. Laugh and music room. Ice cream voice. Ice cream voice. 皆さん、おはようございます。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス。LDH3 人組ガールズユニットアイスクリームのルイとユナとひなたです。本日は12月6日。はい。12月突入して今年もあと1ヶ月を切りました。はい。もう6日ということで12月の1週間はもう終わろうとしているわけですよ。うん、だからもうあと3週間ちょっとしたらもう今年は。やばいね、終わるというわけで早いですが、はい、12月は街が賑やかでキラキラしてて、うん、めちゃくちゃなんか心が、うんうん、なんかあったかい気持ちになるとかワクワクしますね。そんなキラキラしたアイスクリームの新曲ホワイトラブのミュージックビデオがアップされています。はい、皆さん見てくれましたかね。見てくれてますか。これを聞いてくださってる皆さんは見たよって、言ってくれてることを信じて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。MV のお話をする前に、このホワイトラブという楽曲はですね、歌詞の中に〇〇のせい、例えば冬のせい、うん、君のせいとか歌詞がありますが、最近〇〇のせいにしたエピソードはありますか。うん、なるほどね。前髪のせいにしたことはあります。おお、なになに。こう前髪をちょっと薄くしたんですよ私、うんうん、まあ、パッツンがチャームポイントだったんですけど、うんうん、ちょっと冬に向け薄くしたんですけど、うんうん、なんとも風に飛ばされて今までこうもう無敵な前髪だったんですけど、うん、こうもうガッチガチでもう何をしてももう逆立ちしても落ちませんよみたいな、うん、でもそれは薄いと成り立たなくて本当に難しい。そう、成り立たないので今ちょっと試行錯誤中なので、ちょっと前髪のせいにして。逆にじゃあ私のせいではな い, い固まるようになったら教えてください。わかった。前髪のせいにしてます。逆にルイはありますか。丸々のせい。私は SNS のせい。おお、なんで低速になりました。そうだね、ルイちゃん低速だよね。そうですね、外で何もできないよね。そうなんです、まあ、ホワイトラブ、うんうん、ニューアルバムがリリースされるということで、うん、まあ、Twitter、Instagram、TikTok、うん、まあね、ライブ配信してる CL など、はい、ね、もういろんな SNS がある中で、うん、それをもう欠かさず駆使してるからね。隅から隅までチェックしてるんです、うん、でサブスクのランキングとかも絶対に1時間に1回チェックしてるし、うん、っていうことをしていたらあっという間に低速になってしまい、うん、てか外で写真を共有できなくて何もできないの。ちょっと今からさエアドロしたやつ送ってもらってもいい。どっちかの携帯に転送して頼んだりしているんですけど、まあ、SNS のせいということにさしたいなと思います。ユナ、ね、はい、はと私はそれこそそのままです。冬のせいです。おお、理由は聴いていく楽曲がだんだん冬の楽曲ばっかり。そうだよね、うん、冬っていうワードが強いからね。そう、強いからね、まあ、だからいい曲に出会えるっていうのもあるんですけど、うん、なんかまだ新しい冬ソングに今自分たちのホワイトラブ以外になんかねこれっていうのがなくて、うんうん、なのでぜひ教えていただきたいです。今リスナーの聴いている皆さんメッセージをね、はい、お待ちしております。はい、そしてこのホワイトラブのミュージックビデオアイスクリームの公式 YouTube チャンネルにて、上がっているのですが、はい、ギーちゃん、はい、どんなミュージックビデオになっていますか。はい、今回は多分今までのアイスクリームのミュージックビデオ史上一番シンプルなミュージックビデオかなと思っているんですけど、うん、まあ、白いセットの中でもう真っピンクで華やかな私たちにすごく注目できる目がいく MV になっていて、こう自分たちもすごく表情だったりとか、うん、こう細かい仕草にもこう気を使って撮影しましたし、セットもこう4種類雪を表したセットがねあるんですけど、こう雪がこうゆっくり降って積もるまでをこうセットで表しているところもまたこうリンクしてて面白い MV になってるので、うんうん、ぜひチェックしていただければと思います、うん、はい、まあそれがあれだよね、なんかそのホワイトラブのミュージックビデオの注目してほしいっていうところなんですけど、うん、そうそうね、じゃあ逆に一人ずつ私はここをこういう風に撮ったので注目してほしいですみたいなのある。じゃあるい。まあ、ピンクの衣装で、うん、こう背景がもう白と影しかないっていう状態だったので、すごくこう一つ一つの動きが目立つ感じだったので、うんうん、もう体の角度だったりとか、
あとこうシルエットもみんなそれぞれこう独特な衣装だったので、なんかどの角度だったら綺麗に見えるかなとか、うん、なんかそういうのもちょっとこう微調整しながら撮影したかなと思いますね、うんうんうん、角度かな、角度、顔だったり体だったり手だったり、なんかそういうもの注目してほしいなと思います、うんうん、はい。私はちょっと一つのおもろいエピソードなんですけど、うん、まあ、一応目なんですけど、うんうんうん、なんか目がでかすぎるからって言われて、監督に、そう、すいませんみたいな。なんかちょっとその、まあ、ホワイトラブはさ、こう切ない感じじゃん、うんうん、ちょっとなんか雪とか冬って感じだから、なんかこう目をねガッて開いたらイメージが違うかったらしくて、うんうん、だからちょっといつもより目を閉じて、なんかちょっと目の力を抜いてるの。それにちょっと注目してほしいです。おー、いいですね。注目してください皆さん。ということで、ゆなは、私はあの仕草だけの、なんだろう、影みたいなところがあるじゃん、うん、なんかちょっとね、あの上から紙テープが降ってるところがあるんですけど、うん、私は冬の寒さを表現したりとか、うん、ちょっとその人のことを思ってる風にするために、なんか手伸ばしてみたりとか、なんかちょっと寒いみたいな感じの、なんだろう、風景を体で表現したので、うん、ぜひそこは見てほしいな、注目してほしいなと思います、うん、カメラの色味が綺麗だよね。なんか本当に冷たい冬みたいな感じでね、うんうん、はい、あの本当にもうこうアートみたいな、すごく成立してる素敵なミュージックビデオになっているので、うん、ぜひぜひ皆さん、すでに見てくださってる方はたくさん見ていただきたいですし、まだ見てないよという方は絶対に見てほしいなと思います、うん、皆さんがこの冬一番聴いた冬ソングはホワイトラブだなっていう存在になれればいいなと思います、うん、ぜひ皆さんの冬の定番ソングにしてください。はい、それでは聴いてください、アイスクリームでホワイトラブ。満天の星空が降り注ぐ夜にかじかむ指重ねながら二人歩く白い声かけてくれた包まれながら心にそっと隙が積もるよ。君と過ごす日々を幸せと呼ぶのかな。紛を通る粉雪、二人の恋を色と思ってありふれた時間もドラマに変えてくから、だってまた会えるのにね。帰り道は寂しくれて、その笑顔を引き止めたくなる。次の街も歩幅も口ずさむかも、同じになってきたね。こんな奇跡わけあって、ありがとう、これからもずっと
FM Osaka Laugh and Music Room Ice Cream Voice FM 大阪ラファーのミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームのルイとユナとひなたがお送りしています。はい、12月に入ったということで、今週は2022年最後のセレクトコーナーです。イエーイ、最後恒例。そうですよ、もう今年もね、何回か雨ソングとかやったりとか、ね、秋ソングとか春ソングとか、さまざまなセレクトコーナーやってまいりましたが、今回のラストテーマは、はい、クリスマスソングでーす。イエーイ。2回目かな。そうだね、クリスマスソング去年もやったよね、やったよね、うん。ではまず、19歳になった私類からおめでとうありがとうございます、はい、思います。テイラースウィフトさんの Back to December という December、 はい、曲にしました、うん。まあ、題名に December とあるように、うんうん、12月にしか流せないなとそうだよね思ったのと、そうだね、クリスマスソングというか、こうウィンターソングの一つなんですけど、うん、こうハッピーだけじゃなくてちょっと切ないのかな、失恋の思いも描いてたりして、うんうんうん、曲が結構長いんですよ。こう1番、ね、2番、3番、なんかもうもしかしたら4番分ぐらいまであるんじゃないかっていうぐらいちょっと長い4番分あの歌詞なんですけど、本当に一つの詩みたいに、作品みたいになってて、分かる、ね、分かる、うん。なのでぜひこう YouTube とかで和訳が載ってたりするので、うんうん、なんかそういうのを見ながら、ちょっと一つの作品というかドラマみたいな感じで、うん、こう聴いていただきたいなと思います。すごく気分もね落ち着くこう曲調だと思うので、うんうんうん、これを聞いて、あーもうディセンバーかって思いながら、皆さんドライブしてください、安全運転で、はい、なかなかないディセンバーか。それでは聞いてください、テイラースウィフトで Back to December。 I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than everSmall talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die.
standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December. It feels like freedom. はい、私ルイのセレクトソングお送りしました。皆さんディセンバーの気持ちになれましたか？なれたんじゃない？ありがとうございます。続いてユナお願いします。はい、私ユナがセレクトしたクリスマスソングはボアさんのメリクリです。出た、ね、なやばい、難しい、やばい。私が楽曲に出会ったやべえ、経緯お話ししますと、私のお母さんがこのメリクリが好きな楽曲で、うん、ずっとなんか言ってたのね、うん、だからいつかユナ歌ってよこれって言われてカラオケで歌い始めてからなんかすごいいい曲だなって思って、まあメリクリっていうようになんかその人と過ごす冬の時間がすごくかけがえのない大切だなみたいな感じの楽曲になってるんですけど、うん、私の好きなポイントはサビリの、うん、ずっとずっといいよね、マジで、うん、なのでぜひ皆さんにも大切な人をなんかより大切に思ってもらえるような、うん、なんか冬の感じも感じながらぜひ聴いてほしいなと思います、うん、それでは聴いてください。ボアさんでメリクリ。二人の距離がすごく縮まった気持ちがした。視線空見上げた時にコンビニでお茶選んで当たり前に分け合って君の胸にくるまれているずっとThank you.
ちが結び合えたことの不思議感じてた。ずっとずっとそばにいて同じ夢探す旅を送りしてきた FM 大阪からファンのミュージックルームアイスクリームボイスエンディングのお時間となりました。はい、今日はクリスマスソングルイという名のセレクトコーナーがあったりとか、ホワイトラブの歌詞にちなんでね、うん、何々のせいとかMV の見どころをたくさん話してまいりましたが、はい、最後に告知をお願いします。はい、先月11月23日にニューアルバムの愛スペシャルエディションがリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトラブのミュージックビデオも合わせてぜひチェックしてほしいんですけど、うん、前半でも言わせていただきましたが、このホワイトラブはよりホワイトラブの魅力だったりとか、うん、なんかすごく情景が思い浮かぶようなミュージックビデオになっているんですけど、情報量がすごくいい意味でシンプルで、少ない分皆さんの妄想力がより働くんじゃないかなというふうに思います。うん、ぜひ私たちの仕草だったり目線だったりをチェックしながら、はい、はい、そしてなんとですね、来年に透明版のライブアイスクリームライブ I2023 が決定しました。やったー、本当にありがとうございます。1月21日が名古屋のクラブクワトロ、うん、1月28日が大阪のジャニス、2月25日が東京のデュオミュージックエクスチェンジとなっています。はい、こちらで皆さんとお会いできるのをすごく楽しみにしています。また詳細だったりとかチケットの、うん、なんだろう、予約とかはぜひアイスクリームのホームページをご覧ください。はい、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。質問疑問何でも OK です。メッセージは FM 大阪のホームページからラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスを選んで送ってください。来週も私たちのことや今流行っていることなどいろいろお話ししていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームのルイとユナとひなたがお送りしました。皆さん、アイスペシャルエディションをいっぱい聞いて今日も寒さを吹き飛ばしましょう。体調にはお気をつけて、ではまた来週、バイバイ。It's not.